女神は、太宰治の短編小説。本作品は、例の、自公村とかいう人の騒ぎの、少し前に、あれとやや似た事件が、私の身辺においても立った。という文章で始まる。自公村は本名を、長岡良子と言い,い、宗教団体、自由の教祖だった人物。あれとやや似た事件の、あれとは、自由が1947年1月21日。 本拠地金沢市で起こした自公村事件のことを指す。細田氏は大戦の前は愛国秘書とでも言ったような甘い歌を書いたり、ハイネの詩などを訳したり、女学校の臨時教師などをしたりして生活をしていた。大戦が始まると彼は奥さんを連れて満州に行き、出版会社に夫婦共に勤めていた。満州から一枚はがきをいただいてからそれっきり、 付き合いは耐えたが、去年の暮れに、細田氏は、突然、私の三鷹の家を訪れる。実は、あなたと私とは、兄弟なのです。同じ母から生まれた子です。それから、これは、当分は秘密にしておいた方がいいかもしれませんが、私たちには、もう一人の兄があるのです。その兄は、ここで、細田氏はいかに言論の自由とは言っても、 ここに書くのが、はばかりのあるくらいの大偉人の名を、彼は、平然と、誇らしげに述べた。この我々三人の兄弟が、これから力を合わせて、文化日本の建設に努めなければならぬのです。これを私に教えてくれたのは、私たちの母です。驚いてはいけませんよ。私たち三人の生みの母は、実は、私のうちの女房であったのです。 女房は男性水美時代が100年前から始まっていること。これからは全て女性の力にすがらなければ世の中が自滅するだろうということ。その女性の頭は私自身で、私は実は女神だということ、など一切の秘密を語り明かされたというわけなのです。私はサイ君のもとに送り届けるのが最も無難だと思い、彼と共に商船に乗った。彼の家は、 立川氏とのことであった。サイ君は健康そうな普通の女性であった。普通の女の挨拶を述べるばかりで少しも共心者らしい影がなかった。ありがとうございます。